人に優しい空間づくりは、使う人との会話から。今日のグッドサインは、一級建築士野村正史さん。昔文房具屋やって魚屋さんに変わりました。家庭用品京屋とか言って、まあ夜間とかほうきとかトイレットペーパーとか。大津市の中心部、東西に長く伸びる長良商店街で生まれ育った野村正史さん。まあ、私の親父がやってたさざ波楽器という楽器店ですね。聖火だった楽器店を設計事務所に改築し、建築事務所を構えています。住宅や商業施設にとどまらず、老人ホームや保育園といった公共施設の設計も手掛けてきました。そんな野村さんは生まれ育った商店街の活性化にも心を砕いています。屋根があるから大きいですよ、で真ん中でもうそのほんまに五座の商売でもいいし、移動する車で真ん中にで商売してもらったらいいんじゃないですか。キッチンカーとそのいわゆるフリーマーケットじゃないですけど、楽しいじゃないですか。地元に密着した仕事を続けてきた野村さんのもとに、4年前地元で60年愛されてきた銭湯の改築工事の依頼が届きます。それは子供の時から大津知ってるし、ほんならね、旦那さんが倒れたって言わはったんで、で倒れたっていうのを僕に言うてもうても、僕は医者じゃないので治せないんですけど、その次の話が倒れて足がもう飽きませんねわ言うて言わはったから。主人が病で倒れ休業せざるを得なくなった行きつけの銭湯、なんとか復活の手助けをしたい。出来上がったのは車椅子のまま入れる銭湯でした。お風呂屋さんって自分の家にお風呂作らへんので、で旦那さんお風呂入れへんやんってなって、車椅子で入れるお風呂にまずせなあかん、それやったらお客さんもそうせなあかんっていうので、もう直しますって言われたんです。脳梗塞ですわ。びっくりしました。本当に目の前で倒れたから、どうせやるんやったら、お父ちゃんもお母ちゃんも喜んでくれて、主人もお風呂にゆっくり入れて、で地域の方とかでも、お母ちゃん今日調子ええな、大津さん行こうか言ってすぐ来れる、当日思った時に行きたいじゃないですか。嫁さんが頑張ってやってくれて感謝しかないですわ。お客さんも増えてくれて、ごめん。暮らす人との対話から設計が始まる。野村さんの作る空間には人への優しさがあふれています。遊びはあった。